NHK 福井放送局は、福井県を放送対象地域とする日本放送協会の地域放送局。テレビとラジオで県域放送を行っている。第1放送、第2放送の順で表記。NHK ラジオ第1、放送越前海岸 FM 補完中継局、NHK ゲバラジオ放送所からの放送派を越前海岸で受信できないことはないが、 場所によっては受信状況が悪化する場合がある。また夜間には外国電波の渾身を受ける場合もある。NHK 福井放送局は受信状況の改善を図るために2016年に越前海岸にラジオ第一放送の中継局を設置した。周波数帯は夜間の中波帯の渾身を防ぐために FM 波を使用している。総合テレビ e テレの順で表記。マークがあるものは NHK 単独の中継局。2011年7月24日12時で終了時点のもの。総合テレビ、教育テレビの順で表記。出力は映像出力を記載。鶴お及びオバマ以外の南南地方にあるお天気カメラは原子力発電所が俯瞰できる場所に設置されている。 一福丸は NHK 福屋放送局のマスコットキャラクター。2010年3月に誕生し、恐竜をモチーフとしたマスコットで卵から生まれたという設定。また、鼻には骨を乗せた状態で形取られており、ふくふくという鳴き声を出している。2020年4月から NHK 福屋放送局では、新型コロナウイルスに関する共同キャンペーンを 福井県内の民間放送各局とテレビラジオで展開している。ありがとうございます。